定事務所はものすごい数の警官がものすごい勢いで捜査中だ。そりゃまあ仮面マスクの正体が実は名探偵だったなんて、警察にしてみればこれ以上間抜けなことはないもんね。メンツにかけて捜査をしてるってわけか。そういえば糸の子刑事がいないぞ。殺人事件の捜査じゃない？でも昨日まで仮面マスクの担当だったのに。やっぱり刺激的だからね、殺人の方が。そっちの方が楽しいっす、なんて。浮気な刑事さんだな。なるほど、特に調べるものはなさそうな気がするので、警備警備に行くか。あ、高菱屋も調べられるか。キリオさんいるかな。私たちの秘宝店もうダメになっちゃうのかな。迷いちゃん、ちょっぴり残念だな。霊媒のことみんなに知ってもらうチャンスだったのに。ちょっと元気づけてあげるか。まあ壺も戻ったことだし再会できるんじゃないかな。そうかな。怪人も欲しがってあの壺って書いておけば、かえってお客がいっぱい入るかもしれないし。うわー、それっていわゆるなるほどくん大儲けできるってことだよね。私たちキャッホー、あっという間に元気になった。まだ迷いちゃんのこういうところいいよな、めっちゃ好きだ。代わりに僕の弁護士バッジ貸してやろうか。ちょっと小さすぎるんじゃないかな。私のマガタマなんかどうかな。やっぱり小さすぎるんじゃないかな。お、ちょっと話す内容が変わってる。お金を貯まる108の方法。掛け軸ね。大切な呪文じゃないの。ああ、私お母さんに読んでもらって覚えたから、忘れたらピンチだね。やばいじゃん、家元なのに。ちょっとね、もう一回。読めない。やばいじゃん。あ、そうだ、なるほどこの事務所のミニチュアを作ろうよ。事務所どうでもいいガラクタが溢れ返っているからな。完全再現しようとしたらおじいさんになっちまうよ。その前にお部屋片付ければいいじゃない。確かにな。さて、地下倉庫。ここも変わらずかな。あ、キリオさんいる。あ、なるほどさん。キリオさん、まだおろおろしてるぞ。あの、どうですか暗いの壺の方は。壺？あー、なんだ、そっちは型がつきそうですよ。何よ、あー、なんだって。型がつきそう。もしかして見つかったんですか？はい、今日の法廷で出てきたんですよ。え、本当に？さすがなるほどさん。なるほどくんは関係ないんです。見つけたの、仮面マスクの奥さんでしたから。とにかく私、ほっとしました。お、キリオさんにも話が聞ける。仮面マスクの正体。さっき私もニュースで聞きました。あの探偵さんが怪人だったんですよね。今のところそんな状況みたいです。私、わざわざ仮面マスクに警備を依頼しちゃったんですね。まあまあそんなこともありますよ。なるほどくん、適当に慰めない。あの、愛が探偵に警備を依頼したのって確か今から20日ぐらい前です。それで仮面マスクの予告状が届いたのが10日ほど前だったと思います。自分が警備してる高菱屋に予告状を出したわけか。自演ってことかな。やっぱりあれだね、愛が探偵どうしても欲しかったんだよ、クラインの壺が。そうなんだろうか。事件当夜のこと。仮面マスク、あの殺人を。今のところそんな状況みたいです。でも仮面マスクはここで壺を盗んでいたんじゃ。まあまあ相手は怪人ですから何でもありですよ。なるほどくん、適当なこと言わない。あの事件のあった夜ですけど、彩子探偵怪しいところは。さあ、わかりません。あの探偵さんいつも隠れていて姿を見せませんでしたから。怖っ。それがあいつの手口だったってわけか。そうやってアリバイを作って怪人になって現れるんだね。こっそり怪人の衣装に着替えてこうやって現場写真に写ったんだ。なるほど、クラインの壺。本当良かったですね、壺が戻ってきて。ええ、ただちょっと気になることがあるんです。気になること。はっきりしないんですけど、戻ってきた壺なんか感じが変わったような気がして。そうなんですか。キリオさんなんか知りませんか、壺のこと。知りませんよ。もちろん。なんか隠してるな。あー、やっぱり。はい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 、サイコロックだね。サイコロック、
でもこれ多分外せるようになるのはハミちゃんが戻ってきてからだな、きっとね。壺を持って行っちゃったから。どういうことなるほどくん。ヘンテコな壺の秘密、その鍵を握っているのはこのキリオさんということらしいね。なるほど、まあ、キリオさんに聞けるのはこれぐらいかな。アイガ探偵、管理をしろとも怪人に殴られたって言ってたよね。まあもちろん嘘だったけど、あの探偵さんが怪人だったわけですからね。ね、気になっちゃってるな。こう見えても腕力に自信があるんです。そんな刀の1本や2本ひんまげてやりますとも。あのくれぐれも手柔らかに。発酵粗末の木箱をもしかして。あ、クライの壺をしまっておいた箱の。触っちゃダメだよ、犯人の手がかりが残ってるかもしれない。そこへ作ったんだよな。ここは見たか。キリオさんから聞けるのは突きつけは無理みたいだな。移動しましょう。でようやく警備に行く。社長室、ここは殺人現場か。さすが警備会社の社長室はね、壁が厚そうだよ。それは関係ないだろう。あ、のこちゃん。うん、あんたたち。あ、糸の子刑事。あんたたち今日は災難だったっすね。ほんとっすよ、あの刑事さんにもうまくやられちゃって。ちょっぴり同情するっす。あれ、珍しいですね、いつもの糸の子さんなら「ヒーキミスザマーミラス最高っすバーッス」みたいな感じなのに。そんなに嫌な感じっすか自分。ええ、それはもう、うー、とにかく自分の仕事一生懸命やる人間を自分は認めるっす。そしてそれが裏目に出た人間に自分は同情しちゃうっす。刑事の仕事もそんなことばっかりっすから。意外にいい人なんだ糸の子さん。なんでもいいけど今な情報集めやすそうだな。そう、いろいろ話聞いてくれそうだよね。事件のあらまし、糸の子さん、事件のこと教えてください。うん、そうっすね、ちょっとそれは立場的に。私たち一生懸命やったんですよ。それなのにそれが裏目に出ちゃって。あ、わかったっす、教えるっす。だから泣いちゃダメっす。うん、私泣かないっす。ブス島黒部、それが被害者の名前っす。警備の社長で、それは油切ったおじさんっす。社長の死体が発見されたのは今朝の9時頃っすが、殺害されたのは9月12日の午前1時頃っす。この部屋にあった置物でガツンと殴られたのが死因っす。仮面マスクが壺を盗んだ時間とぴったりか。なるほど、証拠品、解剖記録、死亡推定時刻は12日の午前1時頃、死因は頭部殴打による内出血。どうして丸1日も死体は発見されなかったんですか。いや、もう会えなかったっす。ブサ島の死体はそこの大金庫の中に入っていたっすから。大金庫、確かにでかい金庫だな。社長に連絡が取れず、今朝金庫を開けてみたら死体が転がり出したと。なるほど、とりあえずムサジマさんの情報もっと欲しいね。確かに、そもそも、名前間違って覚えてるし、ブス島だよね。でもなんかムス島ってちょっと可愛くなった。アイガ探偵、それであの仮面マスクはどうなりました。留置所で恨みしげな悲鳴を上げてるっす。もう一度調べてくださいって。いやいや、怪人の正体はそっちじゃないでしょ。あ、探偵の欲しいだけアイガっすか。いい気味す、ザマーミロス、最高す、わーす。いつもの調子が出てきたよ、なるほどくん。怪人の予告状が届くと必ずあの探偵が現れたっす。でも肝心の犯行の瞬間、探偵はいつも姿を消していた。現場の近くに隠れていたとやつは言っていたっすが、何のことはないっす、あいつ自身が怪人だったっす。確かに、彼自身が怪人なら獲物を取り戻すのも自由自在だ。自分の顔を売るためにそんなことまでするとは。あ、ただ1回目の犯行だけは。1回目、エマノの涙盗難事件っす。この時は目撃者がいたっす。目撃者？一応新聞記事を切り抜いておいたっすけど、怪人も逮捕されちまったっすから、あんたにやるっす。あ、ありがとうございます。宝石と怪人。あれ、この警備員さんどこかで見たことない？小さくてよく見えないけど、言われてみれば
新聞記事の切り抜き、仮面マスク1回目の犯行の新聞記事、ちょっと見てみよう。これね、消えた宝石と怪人、護道賢治。ひどいですよ、あの賢治さん。私たちが見つけた証拠を使って優作さんを、あんたたちにダメージを与えるためわざとあんなことをした、そう考えるべきっすね。一体何者なんですか、あのコーヒー漬けは。護道賢治は謎のミステリーに包まれているっす。実は自分も今まで聞いたことがなかったっす。ある日突然風とともに賢治局にやってきたっす。賢治として初めての事件だって言ってましたよね。確かに記録の上ではそうみたいっす。しかしありゃ素人じゃねえっす、パキパキのプロっす。パキパキ、自分も気になって聞いてもらってみたっすが、誰も知らないし教えてくれないっす。人気なさそうですもんね、糸の子さん。いや、そういう意味では護道賢治、僕を知ってるみたいだったけど、何か秘密がありそうだな。なるほど、ではちょっと現場を調べていこうと思います。ファイルがあるな。これまた分厚くて重いファイルが置いてあるぞ。力仕事は任せた、なるほどくん。ファイルを調べるのが面倒なだけじゃないか。なに、なるほどくん、なんか見つけた？このファイル、警備のことなんか全然書いてないぞ。これ全部怪人仮面マスクに関するデータだよ。どういうこと？犯行現場の様子やら手口やらびっしり書き込まれている。もしかして大ファンなのか？そっか、亡くなったブスジモ社長は仮面マスクの大ファンなんだな。ねえ、なるほどくん、この最後のページリストだね。最初はエマノンの涙1000万、仮面マスクが盗み出した獲物のリストかな。じゃあその1000万って数字は獲物のお値段？それにしてはちょっと安い気もするな。このリストこっそり写しておいた方がいいな。お、ブスジモのリスト、ゲームのテーブルより発見。ちょ、見たいわ詳細。はい、エマノの涙、宝石1000万、ボンゴラの宝冠、美術品1500万、悪魔の左手、彫刻2400万、メジーナ夫人像、絵画5000万。あ、宝石が一番高そうに見えるけどな。どうなんでしょうね、何の数字なんだろう。調べる。ここか、死体が出てきたところ。このロープ、金庫にしまおうとした時はみ出しちゃったのかな。そうじゃないと思うよ。じゃあやっぱり、うん、被害者の死体の形をロープになぞってあるんだよ。被害者の人、金庫を閉めるとき挟まって死んじゃったのかな。真面目に言ってんのだろうか。いやまた迷いちゃん可愛い。この中に死体が隠されていたんだね。ちなみにこの金庫に指紋は残っていないっす。事件当夜誰が開けたんだろう、この金庫。どういうこと？この中に死体が隠されていたってことは、どちらかが開けたはずだろ、被害者か犯人か。あ、そりゃそうだね。あんたには嫌な情報があるっす。なんですか？金庫を開けるには何やら面倒な手順があって、開けられたのはほんの数名しかいないらしいっす。それが何か？金庫を開けられた人物のアリバイはすでに確認済みっす。たった一人を除いて。誰ですか？かつての警備隊長だった天杉優作っす。あの優作さんが警備隊長？実はできるやつだったんだな、優作くん。優作くんが金庫を開けることができたのか。ま、これでまた嫌な情報が増えたわけっすな。マジか。社長の座るデスクだら意外にシンプルだな。椅子がふかふかだよ、ちょっと座ってみようっと。おお、ちょっぴり社長気分。ほら、そこのチビ、お茶とお団子持ってきてくれたまえ。なんて。そこの椅子、被害者が死の直前に座っていたっす。キャバワこれは絵かな。うわ、大きな写真が額に入ってるよ。どんより曇った空にうっそりと山がそびえ立っている。額の下に写真のタイトルは書いてあるよ。我が人生最高の初日の出。これはよっぽどの雨降らせ男だったんじゃないか。高い気勢はもう少しマシな日の出を見られたのにね。雨男だったのか。こっちはなんかロッカーみたいなものが並んでいるよ。ぐ、開けられない。アワスジ立てても無駄だよ、機械で制御してるみたいだ。一つだけ開いてるね。これファイルだよ。依頼された警備のデータがびっしり記録されている。なんだ
つまんないの。もっと細かくするようなことが書いてあればいいのにね。警備警備これぐらいか。パソコンも調べられないしな。デスクにひとまとめされちゃう。ではあ、やっぱちょっと待って、あと気になるのこれだ。ボタン、あ、こんなところにボタンが。どれどれ、びっくりした。あ、ダメです、それ押しちゃう。あ、板中さん横跳びに走ってくるよ。何ですかこのボタン。非常ブザーっす、パネルにきちんと書いてあるっす。あれ、本当だ、非常ブザーだって。ダメだよ、なるほどくん、ちゃんと読まなくちゃ。地下の警備室に繋がっていてガードマンがやってくるっす。じゃあもしかしたら事件当夜も。あ、そうだよ、社長さん犯人に襲われたんですよね。もしかしたらブザーを。自分たちもそう思ったっす。でガードマンに聞いたっすが、事件当夜ブザーは鳴らなかったらしいっす。それにブザーのボタンには指紋が残っていないっす。もちろん被害者のブス島は手袋なんかしていなかったっす。非常ブザー、ガードマンの話も聞いた方がいいな。なるほど、社長室の非常ブザー、地下の警備室に直通、ボタンには一切指紋は残っていない。これで警備室行けるかな。お、行ける。警備室、うわー、なんというか、ものすごいな。さすが本番の警備室、怪しいね、雰囲気が。警備警備の警備室といえばやっぱり、よー、なるほどじゃねえか。やっぱりこいつがいるわけか。お、迷いちゃんも一緒じゃねえか。こんにちは、やっぱりさん。くっそー、人が死ぬまで働いてるってのに、いい気なもんだよな、昼間からデートなんてよ。いやいや、今ブス島さんの事件を調べてるんだよ。え、ああ、そういや弁護士だったっけ、お前。切ない。あの事件な、俺いい情報知ってるんだぜ。え、教えてもらえませんか。迷いちゃんになら教えてやってもいいかな。あ、でもなるほどはダメだぜ。でもやっぱりさ、友達じゃないんですか。それはそれ、これはこれだぜ。教えろよ、素直に。いい情報。それで、いい情報ってなんだろう、やはり。これガードマンよ、プロの。ただで情報流すわけねえだろ。金を払えばいいのか、プロのガードマンって。じゃ、まよちゃんよろしく。やっぱりさ、何ですか、いい情報って。いいね、その真剣な眼差し。お兄さん教えちゃおうかな。うんうん、教えちゃってくださいよ。実はさ、あの浜崎優作ここの社員だったっていうからさ、当然調べてみたわけよ。俺プロだし、ガードマンだし。そうですよね、プロですもんね。それで浜崎優作な、クビになってるんだよ、1年前に。そうなんだ。しかも何の予告もなく、いきなりだぜ。小さい会社とはちょっとひどいよな。なんかやっちゃったのかな、いきなりクビなんて。仕事サボって女でも口説きに行ったんじゃねえの。それはお前だろ、ガードマン。クビになってんのか、優作くん。なんか普通にね、退職したような印象あるんだけど、違うんだね。アルバイトでガードマンってどんな仕事なんだ。すげえ大変だぜ。まあ、まずそこのモニターを見張るわけよ、じーっと。モニター？ビル中に監視カメラがセットされてるんだよ。大変な仕事だぜ。なんて言ったって目が疲れるし。はあ。で、怪しいものを見つけたらすぐチームに連絡を入れるんだ。チーム？この会社の警備チームだよ。意外とやるって噂だぜ。ま、俺ぐらいのプロになると少々のことじゃ呼ばねえけど。結局モニターを見てるだけか。いいじゃん、こんな。あ、でもまあ、なんかあったらな、命をかけて戦わないといけないから大変だろうな、ガードマンもな。事件当夜のこと、前事件当夜もこの警備室にいたんだよな。それがなんだよ。アルバイトだし、ややこしいことわからねえぜ、バカだし。たとえアルバイトでバカだろうと、警備の責任者はお前だろ。なんだよそれ、俺に全部押し付けて自分は知らん顔か。汚ねえぞ。なるほど。はい、なるほどくん、責任は追及しない方がいいみたいだよ。とにかく、あの晩お前はここにいたんだよな。なんでサイコロック出るんだよ、もう。ババン、二つか。嫌な予感がしたけど、やっぱりか。ま、いわゆるあれよな。それはそれ、これはこれ、だぜ。どうやらロックを解除するしかないみたいだ。あ、マリカちゃん関係かな。なんかちょっとこれは、解除できそうな気がする、サイコロック。行きましょう。行くぞ。ででん。事件当夜のこと。事件があった晩、お前きちんと仕事してたのか。当たり前だろうが。昨日はサボってマレカさんに会いに来てたじゃないか。でもそれはそれ、これはこれだぜ。
もしかしてお前あの晩もサボってたんじゃん。サボってねえって、100円までなかけてもいいぜ。真心の大安売りだな。あ、ちょっと待って。え、ケビ、あ、無理無理無理、ダメだ、証拠がない、ダメだ、いけるって思った、私がバカだったよ。ちょっと待って、じゃあちょっと調べよう調べよう、なんか出てくるかな。ちょ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 、お菓子置いてないこれ。そのモニターにビルの様子が映るわけよ、全部。それさ、俺様がじきじきチェックするわけよ、全部。偉そうに言うなよ。このテレビ普通の番組映らないんですか。確かにこいつならサボってテレビぐらい見そうだもんな。まよいちゃん、俺はプロだぜ、そんなの映るわけないだろ。なんで映らないって知ってるんだよ、ハリー。だって俺まさきに調べたからなんとかならねえかなって。いや違うって、プロとしてチェックしたんだよ。お弁当かな。そこは相棒の席だぜ。相棒。うん、俺の先輩で変なおばちゃんなんだけど。おばちゃん。あ、あの機械の上にお茶がこぼれてますよ。ああ、大丈夫だよ。俺なんかこの間コーヒー牛乳かけちゃったけど、まだ動いてるからな。なかなかよくできた機械だぜ。ダメだこいつらに機械扱わせたら。警備員、鋼鉄の掟5か条すごそうだね。なんか、何、その1、先輩の命令には絶対服従。その2、先輩を敬う。その3、先輩にはいつも笑顔で。その4、先輩にはきちんと挨拶。その5、先輩にはいつもおやつを買っておく。以上、大先輩を、あー、大場ってみんな覚えてます。懐かしいな。なんか妙に迫力があるおばちゃんでよ、逆らうと本物の光線銃を向けられるんだぜ。そいつは大変だな。ま、今彼女旅行中でさ、こうして羽を伸ばしてるわけ。おばちゃんに会えないわけね。ちょっと待ってよ、これで警備警備も調べました。あとは留置所は、あ、アジト、あ、ちょっと待って、マリカちゃんにさ聞いてみない、やっぱりくんのこと。ああ、財布を届けてくれた彼だね。やっぱりが口癖の。え、喋ってたら不自然なほどやっぱりを連呼するから、名前忘れちゃったけど、その癖だけで印象に残ってるな。作戦は失敗だったみたいだけどね。あ、ダメか。ロス島、こいつ社長だね、優作くんの会社の。亡くなったんですよ、昨夜何者かに襲われて。うん、もちろん知ってるよ。なんかね、ずる賢いやつだったな。そうなんですか。優作くんに警備チームのチーフっていう肩書きをつけて、散々こき使われてたからね、もう擦り切れるほど。優作さん、社長さんに文句は言えるわけないよな。優作くん、そういうことあまり疑問に思わないし、私が頑張っても相手にされなくってさ。あ、そうなんだ。優作くん、耐えなさそうに見えるけどね、これでもやるときはビシッとやるんだよ。へえ、いつなんですか、そのやるときって。なるほど。え、そろそろ留置所行けないかな。あ、無理か、何かをして進めないとダメ。怪人のアジと話す。なんかあるかな。脅迫状。あの、これなんですけど知ってますか。ああ、優作くん宛てのお手紙ね。私、人のものを家庭盗み見るの嫌いだから。やっぱりマリカさんは知らないみたいだね、優作さんが脅迫されていたこと。なるほど。エンブレムはわかんない。財布、予作くんの財布だね、これ。うん。現場で落とした。ブス島のリスト。これもわからないか。社長室のブザーもダメ。マリカちゃんはここまでかな。移動しよう。社長室。ノコちゃんなんか、つけつけたら話してくれそうな感じもするけれど、ブーザー、ダメか。お筋物リスト、あの、これなんですけど。なんすかそれ。あ、ちょっと待って、まゆちゃん。何、なるほどくん、ダメだよ、僕たちが勝手に書き写したデータだぞ、見せたら怒られるよ。どうしたっす。あ、やっぱりいいんです、私のお小遣い帳ですから。ずいぶん分厚いっすね、余計見たくなったっす。新聞記事。すぐ捕まると思って目撃者のデータをなくしちゃったっす。目撃者ってこの写真のガードマンですか。
その若者と探偵が協力して怪人を追ったらしいっすが。いらっしゃったんですね、仮面マスク。そのガードマン、なんか最近どこかで見たような気もするっすが。これ人物で優作くん突きつけたらわかる？まあ気の毒な青年だったっすな。いつも逮捕急ぎすぎるんですよ。まあこれあくまでも自分の意見っすが、警察はもっと慎重に裏付け捜査するべきっすね。お喜びで逮捕したのは人の子さんだったよね、確か。話が長くなんかそっとしておこう。欲しいだけ愛が。嘘じゃねえす、ほんとっす。奴を泳がせておけばいつか尻尾を出すと。ちょっと泳がせすぎましたね。それはその反省点っす。ムス島。人の子さん、ムス島さんのこと聞かせてください。ムス島じゃなくてブス島っす。どうも今回の被害者印象薄いんだよね。確かに午前中まではマヨちゃんだったもんな、被害者。仕方ないっす、死体が発見されたのが今朝だったからっす。情報が足りないんです、お願いしますよ。自分は今混乱してるっす。このままじゃ何でも口ばしっちまいそうっす。あ、よし、これで聞ける。いや、ムス島さんのことを聞かない、被害者のことを聞かないと。ムス島さんのこと詳しく聞かせてもらえますか。KBKB の社長さんか。そもそもどんな会社なんですか。契約したビルに警備チームを派遣する会社っす。仕事柄警備上の機密に触れる仕事が機会が多かったっす。それになんというか、被害者は金に目がなかったっす。あ、私も目がないっすよ、金には。そんなに身を乗り出すなよ。かなり悪どいことをして儲けていたみたいっす。あ、私悪仲もないし儲けてもいないっす。そんなに身を引くなよ。仕事の合間にいろんな会社の秘密を覗いて売買したり。悪者ですね、そんなやつ。実は仮面マスクの警備を担当したこともあるっす。え、そうなんですか。それで見事に失敗して業界でかなり信用を失っていたみたいっすね。やっぱり優作くんを脅迫していたのはブス島か。なるほど。アジト、ちょっと待ってよ。アジトでなんか聞けないかな。これブザー、これ聞きたい。そうなの。マリカちゃんは、マリカちゃんもダメか。思い知らせてやるしかない。でもちょっと待ってよ。ボタンには一切指紋は残っていない。なんだろうな。キーカード、やっぱりくんのロックを解除しないとダメなのか。これは高菱屋で、まだ留置所には行けないかな。留置所やっぱ無理か。いやー、ちょっと次回あれだな。ロックを解除しないといけないわ、多分。やっぱりくんの。アイガさんのとこもダメだもんね。ダメだね。はい、じゃあちょっと今回はここで終わりにしておこうと思います。では次回ちょっとサイコロックの解除から行ってみようかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。